どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか、うかです。ちょっとこっちで行ってみよう。しかし、一人では無人でも複数なら、僕は恐ろしい想像をした。OL たちが一緒になってみんなを殺したんだとしたら、大変だ。マリーは今その犯人かもしれない連中と一緒にいるんだ。食堂を駆け抜け、階段をこぶように上がる。大丈夫これ。マリー、開けてくれ。叫びながらノックする。中でも少し言い争うような声が聞こえたが、すぐにドア開かれた。あれ？じゃあ違うんだ。マリーが飛び出してきて首に抱きつく。よかった、無事で。それはこちらが言いたいセリフだった。加山さんの奥さんは？こちらを見つめる女の子たちの視線を避けながら僕は聞いた。来なかったけど。そうか。じゃあ僕たちは部屋に戻ろう。マリの手を引っ張って部屋から出る。あれ？でも、一緒にいた方が安全じゃないの？そう言いかけるマリを無視し、僕は黙って自分の部屋へ彼女を引き込んだ。ねえ、どうしたのよ？あれ？さっきとは事情があったんだ。いいかい？よく聞けよ。みんなを殺したのは敏夫さんじゃなかった。敏夫さんじゃなかった。敏夫さんもやられていたんだ。殴られてて、僕が見た時はまだ息あったんだけど。それ以上続けることはできず、誰にやられたの？あの三人娘さん。それ以外考えられない。あの人たちが人殺したっていうの？信じられないのはわかるけど、他に考えようがないだろう。あの加山さんの奥さんが一人でこんなことができたと思うかい？そうは思わないけど、だろ？だとするとあの三人以外考えられないじゃないか。もう誰もいないんだよ。みんな死んだんだ。もうみんな殺されたんだよ。僕はついマリに向かって怒鳴っていた。マリの顔は恐怖とも悲しみともつかぬ表情でひどく歪んだ。そんなこと信じられない。信じたくない。僕だって信じたくなんかないさ。でも信じるしかないんだよ。現実を見つけるんだ。ねえ、本当にみんな死んじゃったの？敏夫さんも、おじさんたちも、加山さんも。おじさんたちや加山さんの死体は周りも見ただろう。敏夫さんも胸に耳を当ててみたけど、心臓が完全に止まってた。そう言い終えた瞬間、部屋の明かりが消えた。キャッ！マリは叫び声を上げて僕に思い切りしがみつく。停電かな？平気なふりを装ったつもりだが、声が上ずっていた。目の前は見つぶされたような真の闇。技術界が聞き取れるほど近くにあるはずの真、マリの顔すら見えない。そのうち治るだろう。どうせもうすぐ朝だし。僕は恐怖を抑えながら気休めにしかならないことを悟った。時間が経つにつれ、ぼんやりと窓が見え、部屋の輪郭やマリの影がわかるようになってくる。僕たちは手を離さないようにしながら、なんとかベッドにたどり着くことができた。じっとしてるんだ。じっとしてれば大丈夫だ。自分に言い聞かせるように僕は言い続けた。少しずつパニックも収まっていた。ドアが開く音と悲鳴が廊下から聞こえるまでは。女の人の悲鳴であるのは確かだったが、誰のものかはわからない。そして、悲鳴について何かがぶつかる鈍い音、人が床に倒れるような音が聞こえてきた。まさか、倒れ。マリのささやき声が聞こえる。加山さんの奥さん。そうだった。自分とマリを忘れることで精一杯で、春子さんのことを忘れていた。今から飛び出していけば、まだ助けることができるかもしれない。そう思って僕の体は硬直したみたいで、ちっとも動いてはくれなかった。廊下では今3人の女の子たちが春子さんを殴り、とどめを刺しているんだろうか。ニヤニヤと笑いながら殺しを楽しみながら。足音は聞こえなかったが、どっかでドアが開閉するような音が聞こえた。やがて建物には再び静寂が戻った。まるでこの地上から全ての命が失われてしまったかのような静寂が。トール、様子見てきたよ。マリが涙声で言った。僕はコクリと喉、唾を飲み込んだ。まだ息があるかもしれない。敏夫さんのように。だとしても、僕にできることがあるとは思えなかったんだが、このまま見過ごすのはあまりにも卑怯だ。僕は、マリの肩を安心させるように叩いて立ち上がると、闇の中を進み、手探りでモップを拾い上げた。彼女たちがドアの外で息を殺して待ち構えていただけの用心だ。そっと足を忍ばせてドアにたどり着くと、耳を押し当てて廊下の物音を聞く。
かすかな息も布擦れの音も聞こえない。僕は外ノブに手をかけ、そりそりと回した。ドアを押し開けられないように、体は常に部屋側に置きながら、ゆっくりとドアを開けていく。首だけ伸ばして廊下を覗くと。見えた。ハルコさんらしき姿が廊下に倒れているのが分かった。暗闇でよく分からないが、全く動きがないのは確かだった。僕は慌ててドアを閉めると鍵をかけ、マリの方を振り返った。ダメだ。やっぱやれてる。マリは声を殺して泣いた。僕は足元を忍ばせるのを忘れ、マリに近づいて肩を抱いた。しゃくり上げるような泣き声を上げるたび、彼女の肩が震える。その震えを抑えつけさえすれば、彼女が泣き止むような気がして、僕は腕にありったけの力を込めた。どうして？どうしてなの？みんな、いい人たちだったのに、どうして？僕にわかるわけもない。マリ、冷静になるんだ。冷静にならなきゃ、僕たちも殺される。僕たちも殺されるんだぞ。あの人たちに殺されるっていうの？私にはやっぱり信じられない。ここには何か悪霊みたいなのがいるのよ。そうでなきゃ狂った殺人鬼が、人間が、普通の人間が、こんなひどいことできるはずがないわ。悪霊。そんなものを認めたくはなかった。が、彼女たちがここまでひどい殺人を繰り返すと信じるのも、それと同じくらい難しいことも確かだった。マリがとんでもないことを言い出した。あの子たちを助けに行かなきゃ。ちょっと待てよ。みすみす殺しに行くようなもんじゃないか。一歩でも外へ出ちゃダメだ。立ち上がって行こうとするマリを僕は必死で捕まえた。じゃあ、トールはあの子たちを見殺しにするっていうの？そうじゃないよ。あいつらが犯人だったらどうするんだって言ってるんだよ。そう叫び返しながら僕は、おやと思った。あいつら。僕は今、あいつらと言った。あいつではなく、あいつらだ。当然だ。一人ではなく、複数なんだから。どうしたの？トシオさんは息を引き取る間際に、あいつにやられたって言ったんだ。彼女たち三人が寄ってたかって襲ってきたんだな。あいつそんな言い方しないよな。マリはしばらく僕の言葉を吟味している様子だったが、やがてガバッと出し上がった。そうよ。やっぱりあの人たちは犯人じゃないのよ。助けに行かなきゃ。おい、待てよ。外に出たら危ないよ。彼女たちだって三人もいるんだから外に出なければ安全さ。そんなのわからないじゃない。女の子ばかりなのよ。私たちだけ助ければそれでいいの？もう人が殺されるの見てるのは、いや、見殺しなんてできない。それは僕も同じ気持ちだった。それに、これまでもできるだけのことはしてきたつもりだった。あれ？これはあったな。でも、停電中っていうのは今までなかったからね。約束するわ、はい。気をつけて、もちろん。でもなんかちょっと事情がさっきより悪くなっ、立場がだいぶ悪いぞ、これ。うん。え、これってまさか、だとするとジェイソン、誰？しばらくしてからか、あ、違うわ。いや、これでまた襲わ、なんか、狂気乱舞で襲われるのかなと思ったけど、多分違うな、俺。しばらくしてからかすかな叫び声が聞こえてきた。僕です。トールです。ダメ、来ないで。かなこちゃんのヒステリックの叫び声が、暗闇に響き渡る。その声を聞くと、やはり彼女たちが人殺しのはずではないと思えてくる。怖がらないで。さっき廊下で、加山さんの奥さんが襲われたみたいなんだ。残っているのは君たちと僕、それにマリだけだ。全員で立ち向かなきゃみんなやられてしまう。団結しよう。どっちかの部屋で一緒になるんだ。いやよ、誰がそんなことに騙されるもんですか。僕を人苦しだと思っている様子だ。当然だろう。僕だって彼女たちを疑ったんだから。なんとか疑惑を晴らす方法はないものかと下がったが、すぐに諦めた。じゃあ、そのままで聞いてください。誰かが来ても絶対にドアを開けちゃダメですよ。僕とマリはあっちの部屋にいますから、危険だと思ったらすぐに大声を上げてください。いいですか？すぐに。その時、姫、バカ！マリ！僕は振り返ったが、暗闇に動くものは何も見えなかった。島の声。誰？ドアの中から金星の声が聞こえた。が、僕はそれに応えず走り出した。マリ！暗闇の中を壁にぶつかりそうな中から部屋まで戻る。僕は立ち止まり、少し開いたままのドアを見つめた。なぜドアが？僕は中に入るのをためらわれた。マリ！返事してくれ、マリ。しかし、部屋の中から何も物音が聞こえてこない。僕はモップの上でドアをついて押し上げた。部屋の中は、廊下よりかすかに明るかったが、マリの姿が見えることではない。何かが、マリ一体何やったのか。きっと、ネズミがゴキブリでも見つけたに違いない。僕はそんな風に思い込もうとした。マリ！僕は声をかぎりに叫んだが、やはり返事はなかった。
足が震えて立てるのもままならない。一歩ずつ部屋の中へと進んだ。うわっ、ベッドの上に黒い影が横たっているのがぼんやりと見える。あれが、あれがマリなのか。まさか。ふらふらとベッドに立ち近寄り、ピクリと動かく影に手を伸ばした。マリ。背後に気配を感じて振り見た時にはもう手遅れだった。何かが目の前にゆっくりと振り下ろされた。頭の中でひらめいた閃光が炸裂する。ゆっくりと倒れながらに最後見たその広げは意外にも。やっぱりもう、三木本なんだ。いやもう、シュウが怖い。え、三木本、やっぱこのルートの三木本かよ。えげつねえな、おい。ちょっと待って、俺もう、なんか俺もちょっと精神的になんかすぐすり減らされてるんだけど。とりあえず次回行きます、お楽しみに。今これ聞いてる人って最後まで動画見たってことだよね。そうなるね。いやー、ありがとうね。ありがとうございます。ああ、ブラザーバックしないで、このノリで今後も行くから。嘘だろ。